こんにちは。今日も始まりは雨です。今日の散歩コースは西国街道、こちらに行けばずっと行って船坂峠、国道2号線です。それを西国街道旧道を宇根の方へ向かって進んでみたいと思います。今ここですね、宇根峠まで今日は多分すぐそこですよね。とりあえずこの説明文は後で写真で撮って貼っておきますんで、よし、そしたら歩いて行ってみたいと思います。あ、やっぱりいつものように失礼します。それでは行ってみたいと思います。国道2号線から入ってこんにちは宇根峠、案内板を見たらどうも日があるようなので、そこまでとりあえず今日は進んでみたいと思います。イノシシの柵がありますね。イノシシ鹿の、ですね、実はこの道があるっていうのを初めて知ったのが、何気なく Google マップをちょろちょろちょろと見よって、え、こんなところに西国街道走ってるんやっていうことになって、じゃあ一遍歩いてみようと思って、まあ今歩いてるんですけど、一番最初にこう思ったのが、あ、ちょっと後で、でさっきの続きです。一番最初にこの道を知って思ったのが、もしかしたら、秀吉の中国大返し、ここ通ったんじゃないかってこう考えたんですよね。ずっと。その、ナマズ峠っていうのはさっきの日にもあったんですけど、割と、明治とかに入、明治ぐらいの新しく作られた道路なんで、じゃあここ通ったんじゃないと思って、それを今想像しながら歩いてます。それがこういうとこ歩くのって楽しいなと思っていつも歩いてます。ちゃんとこういう案内板があるのがありがたいですよね。もし僕の SNS とか YouTube 見て歩きに来ようと思われる方がいたら、まあ、晴れた日は大丈夫だと思うんですけど、こういう風な日の時は絶対長靴がいいと思います。長靴は毎度おなじみ岡本ゴムブラックタイガーです。ブラックウルフかな。歩いてる時に陶器のようなものを見かけました。え、もしかしてこれ豊臣の軍勢が中国を大返ししてる時にポイって捨てたんじゃないなんてことを思いながら歩いてます。多分違うと思いますけど、ちょっとこう旧街道を思わせるような石畳ですよね、多分これね。まあ、これ
もう何年も何年、長い時間かけてこう崩れとんでしょうけど、もしかしたら当時は綺麗に敷かれとったんかな、なんて想像しながら歩くのって楽しいですよね。これもちょっと明るくなってきとうから、もしかしたらもうあの辺りが峠ぐらいになるかもしれません。だけどここを豊臣の軍勢2万ぐらいですか、まあ船にも乗って帰っとうやろうし、でもそのたくさんの人数がここ走って、まあ、姫路の方まで帰ったっていうのを想像したらすごいワクワクしてきます。多分ですけど、さっきからなんかゴルフボール多いなって思い寄ったんですけど、多分これアコーカントリーの、これね、多分アコーカントリーの17番か18番やったかな、あのフェアウェイに箱があるところのすぐ裏やと思うんですよね、これ。これもうちょっと行ったら。ウリボー見えますか？ね、さっきちょっと売りボートあったから、大人のイノシシがおったら困ると思ってちょっとブザーをかけながら歩いてきました。とりあえず Google マップで見たら、ここが宇根と梨ヶ原の境になるみたいです。この峠がだいぶきっとですもんね、これずっと。ここはもうなんか人が入ったような人工物的な感じの建造物があるんですけど、その国境の碑があるって書いとったんですけども、それがないです。ちょっと探してみます。これをずーっとまた下っていったら、宇根の方に出ると思います。だけど今日はもうとりあえずここまでで折り返して帰りたいんですけど、国境の碑がないです。はい、帰ってきました。これね、碑があるって言ったのはこれ多分船坂峠ですね。勘違いしました。はい、そしたら今日は梨ヶ原の、まあ、この辺りか、現在地ここですね、ここから宇根峠まで、また今度こちらへ。こちらはね、一度、自転車のやつがね、自転車で走ったやつが YouTube に多分上がっとうと思うんで、まあ、一応空白地帯ではないんですけども。まあもう一度、まあちょっと歩くのも歩いてみてもいいかなと思います。そしたら今日はこれでおしまいにします。失礼します。